こんにちは、リリナナです。今日はこちらのショルダーバッグの編み方を紹介したいと思います。こちらは楽天のケイトピエロさんとかケイトザカストアーズさんで購入したラフィアという糸を使っています。でそれを2玉使って7号針で編みました。であとは100円ショップのダイソーさんで購入したこちらは18ミリの T 管2つ、あとは中にダイソーさんで売っていたマグネットボタン2つ入りのやつが売っていたんですけども、そちらを使用しています。あと内布をつけるのに、裁縫上手、あとは私は周りをちょっとミシンは使ったんですけども、裁縫上手とミシン、あとはアイロンとかを使いました。でこちらは実は編みながらどういう風な感じにするかなって考えながらちょっと編んだので、今回編み図とかはなく、ちょっと優しい説明にはなっていないかなと思います。でも目数とか、あとはこんな感じで作るよっていうご説明になってしまうんですけども、それでも良ければもし見ていただけたらなと思います。段数目数はご紹介しています。でこれ実はもう何度か使っていて、私は長財布を使っているんですけども、それが入るように、あとは携帯が入るようにっていう感じで、たくさん物が入るものではないです。ここの待ちの部分も結構細めなので、ちょっとお買い物だったりちょっとお出かけするのにいいかなと思ってこちらを使いました。でカラーもそうなんですけども、私は普段夏とかはデニムと T シャツっていうラフな格好なので、結構合うなと思ってます。もうちょっと蓋の部分をこう短い方が良かったなって思ったりもしました。ちょっと長すぎたような気もします。なので長さとかはアレンジしていただいて、でそんなに難しいことではないので、結構簡単にできたので、よかったら参考までに見ていただけたらなと思います。今回のポイントは、私的にはじゃん、後ろにファスナーをつけました。でこれは、後ろにファスナーをつけたのは、鍵とか、あとは私はよく映画を見に行ったりするんですけども、その映画のチケットとかをいちいち蓋を開けなくてもこう入れられるような感じで、隠しポケットみたいなイメージで作りました。でこれがあると結構便利ですね。使ってみると、ここにちょっと何か入れたりとか、チケット入れたりとか、あとは鍵をちょっと入れとくとか、あとは車で私は移動するので車の駐車券を入れとくとかでも結構使いました。だけどこれまた失敗したんですよ、内布で。ここのここ蓋の部分の内布のところがここに当たっちゃって、締めるときにこう噛んじゃう、こうだからスムーズにいかない。もうちょっとこれをファスナー部分を下にすればよかったなって、ちょっと失敗しました。それか内布をもうちょっと考えればよかったなって。だからここがちょっとストレスなんですけど、ここが引っかかんなければすごく良かったのになって、ちょっとここが残念です。なので今回はまた失敗したんですけども、ちょっと動画に撮ったのでよかったら見ていってください。ではどうぞ。はい、糸端を指にかけて鎖編み46目していきます。まずは一度キュッと引き締めてから、ここから46目、1、2、3、4、はい、鎖編み46目編んできました。でそしたら鎖編み1つで立ち上がります。46目プラス1ってことですね。でひっくり返して裏山1個、
2個目の裏山から1つずつ細編みを入れていきます。細編み、裏山を取るのが苦手な方は裏山とこっち側半目でも大丈夫です。編みやすいように編んでみてください。では最後まで細編みをずっと入れていきます。はい、細編みをずっと入れてきました。でこの時点でサイズを測ってみるとアイロンをかけたりとかでまた変わってしまうんですけども、だいたい24センチくらいかなっていう感じです。24センチぐらいで、次の段鎖一つで立ち上がってくるっとひっくり返して、次からうね編みを編みます。向こう側半目、まず根元の向こう側半目を取ります。で次の目も向こう側半目で、これを繰り返していきます。細編み、うね編み、細編み、うね編みっていう感じで、奇数の段が細編みで偶数段がうね編みっていうのを編んでいきます。でうね編みっていうのは、往復編みで編む場合はうね編みっていう名前なんですけども、円で編んだりとかする場合は筋編みですね。なので筋編みとうね編みっていうのは同じものです。名前が違かったりするだけなので、私もうずっと筋編みだと思ってたんですけど、調べたら往復編みとかこういう平編みをする場合はうね編みっていうらしいです。でずっとうね編みを入れていきます。はい、最後の方まで来ました。でそしたら最後一目残っているので、ここも忘れずに入れてください。でもし忘れそうだなとか、よく目が狂っちゃうんだよなっていう方は、最初と最後とかに段数マーカーをつけておくといいかなと思います。で今度は鎖一つで立ち上がってくるっとひっくり返したら、今度は偶数段じゃなくて奇数段。奇数段は細編みを入れます。根元から細編みで、この時に段数マーカーをつけておくと分かりやすいかなと思います。分かる方は特につける必要はないんですけども、不安な方はぜひつけてみてください。一つの目に一つずつ細編みを入れていきます。はい、ずっと細編みを編んできて、最後の一目も忘れずに細編みを入れます。で鎖一つで立ち上がってくるっとひっくり返して、次は偶数段なのでうね編みを入れます。根元の向こう側半目を拾って細編みで、また向こう側半目を拾って細編みという感じで、ちょっと大変なんですけどもずっと編んでいきます。で何段っていうのはちょっとサイズを今考えながら作っているので、上の方に書いておくので、そちらを参考にしていただいて、ぜひ編んでみてください。偶数段は細編み、奇数段はうね編みという感じで、今うね編みを編んだので次の段は細編み
細編みを編んだ次の段は畝編みという感じで交互で編んで頑張って一緒に編みましょう。ではずっと編んでいきます。はい、細編み、畝編みの順番で33段まで編んできました。で、ここから細編みをずっと編んでいくんですけども、だいたい高さの方がまだアイロンをかけてないのでもう正確なサイズではないんですけども、高さの方は17センチになってます。で、横幅の方は最初に言った24センチぐらいですね。でも上の方は結構縮んでしまってちょっとキュッとなってるんですけど、アイロンをかければもうピシッとするので大丈夫です。で、ここから今度は細編みをひたすら編んでいきます。鎖一つで立ち上がって根元からちょっと目が狂ったりしたのでダンスマーカーをつけるようにしました。後からほどくのがもうめんどくさいので、ダンスマーカーもちょっとめんどくさいんですけど、ほどくよりはいいかっていう感じでダンスマーカーをつけています。で、ここから1人目につき1つずつ細編みをずっと編んで、何段編むかっていうのはちょっと上の方に書いておきます。で、細編みで往復編みで編んでいきます。1目につき1つずつ細編みをずっと入れていきます。はい、ちょっと細編みをひたすら入れますって言ったんですけど、後ろの方にファスナーをつけようかなと思って、こっちがこう蓋になるんですけど、で、蓋でこう開けてここから物を入れる。で、後ろにファスナーがあるといちいち蓋を開けなくても小物、例えば鍵を入れる時とかに便利かなと思うので、ここにファスナーをちょっとつけようかなと思います。で、これは別につけてもつけなくてもいいんですけども、私はちょっとつけてみようかなと思うので、ちょっとここに穴を開けていきます。これはつけてもつけなくても大丈夫なので穴を開けなくても大丈夫です。で、アイロンをちょっとかけてきました。で、細編み、畝編みを33段編んで細編みを1段編みました。なので今34段あるんですけども、畝編みがある方が表ですね。反対側を見ると畝編みがないので模様がどっちにあるかっていうのを確認して、で、こうファスナー位置、ファスナーをつけるようにしたいなと思います。で、こっから真ん中を決めたいんですけど、真ん中というかまずはファスナーのサイズをちょっと決めます。だいたいここの金具からここの金具までを一度決めて、両サイド開かす目数を同じにする。 1,2,3,4,5 ここで開けようかな。20センチのファスナーを両サイド 1,2,3,4,5 目 1,2,3,4,5 目のところに印をつけました。なので4目まず編んでいくっていう感じでここを開かせたいなと思います。これは別につけなくても大丈夫です。もちろん鎖一つで立ち上がって往復編みでまずは2,3,4,4目編みます。で、また往復編みで1,2,3,4これで2段でしょ。ここでちょっと切っちゃいます。切ってしまって
ページ2、ここの印がついてる方を内側から編みます。往復編みなので内側に糸をつけて、一度鎖でキュッと引き締めて、同じところに1、2、3、4目編んで立ち上がって、で次1、2、3、4で、でここからこの間の数と同じ数を鎖編みしていきます。ここの間を開かせる感じですね。なのでと38目、鎖編み38目作っていきます。鎖編み1つで、ここにちょっと段数マーカーをつけておきます。これでいいか。一番最初の鎖編みの裏山に、はい、38目鎖編みを編んできて、で38目目の裏山にちょっと段数マーカーをつけておきます。でここから最初の目、最初というかここのところですね、ここに細編みで4目細編みしますね。1、2、3、4で鎖一つで立ち上がって根元で、次で次で次で、ここから私は裏山を取って細編みを入れていきます。別に裏山じゃなくてもいいんですけども、裏山を取って一目ずつ細編みを入れていきます。はい、最後の一目のところまで来ました。でそしたら段数マーカーを外して裏山に細編みを入れて、であと4目1つずつ細編みを入れます。鎖一つで立ち上がって、あとは普通に往復編みでずっと細編みを入れていきます。で、私はここの穴を開ける前にアイロンをかけたんですけども、サイズの方を測ってアイロンをかけました。で下のサイズが25センチまで私は伸ばしてアイロンをかけて、上も待ち針などでこう刺しながら、アイロン台に刺しながらこう25センチでサイズを揃えてアイロンをかけています。で縦の方も19センチぐらいで合わせてだいたいアイロンをかけています。なので上の方がちょっとふにゃっと小さくなってる感じがするんですけども、アイロンをかければピシッとなるので結構大丈夫です。なのでサイズの方は必ず25センチにしなくちゃいけないとかそういうのは関係なく、最初にこう作ったところで合わせて、あとピシッと一回アイロンをかけた時にここの縦のサイズとかを決めるといいと思います。でアイロンをかけた後にファスナーをつける方はファスナー位置を考えた方が、ここが後で
伸ばしたりとか縮めたりするときに結構ずれてきてしまうので気をつけた方がいいかなと思います。合わせてみると、だいたいちょうどいい感じになるんじゃないかなと。これも裁縫上手でつけていっちゃおうと思います。でここから一つずつ、はい、今度は袋部分になるのでもう一つすらちょっと長く細編みを入れていきます。ちょっと考えながら編んでるのでコロコロ変わってしまうところはあると思うんですけども、もし変わるときはその都度動画にしたりとか、上の方に説明など書いていきますので、お好きな感じの自分の使いやすそうだなっていうようなショルダーバッグがいいですね。今回は蓋をつけようって思ったんですけど、蓋をつけなくてもいいような気もするし、蓋の部分ももっと短い方が好きとか、あとはもうぴったり袋と同じ大きさの、大きさっていうか長さの方が好きっていう方は伸ばしたり縮めたりも自由にできると思います。でファスナーも後ろにつけなくてもいいっていう方はつけなくても大丈夫だと思うし、お裁縫が得意な方はファスナーをつけたところに内布でポケットとかなんかつけるときっとあれですよね、もっと便利になるんじゃないかなと思います。私にはできなそうな感じがするけど、で細編みを一つの目に一つずつをずっと往復編みしていきます。何段編むっていうのはまた上の方に書いていきたいと思います。では頑張って編んでみましょう。はい、細編みの方を89段まで編んできました。と細編み、うね編みっていうのを編んできて、そこからちょっと穴を開けてずっと細編みを編んで、ここからここまでが89段になっています。でそしたらちょっと編みにくいのでアイロンをかけてきました。で今度は周りの方を一度一周細編みを入れていきます。でここから一番最後、89段目の一番最後ですね。で鎖一つで立ち上がって、でくるっとひっくり返して、ここから細編みを一つの目に一つずつ入れていきます。まずは角のところに1個2個入れます。で次また一つの目に一つずつ細編みを入れていきます。はい、角のところまで行きました。でそしたら角のところに針を入れて3目入れます。1回2回3回。でそしたらここの穴でもいいんですけど、この大きい穴でもいいんですけど、それよりも私はここの細編みの足と向こう側1本を拾って取るようにします。ここに1つ、で今度はここのちょっと大きな穴、で今度はここの細編み、最後の細編みのところありますね、それを割る感じで細編みと向こう側1本に針を入れて細編み、で今度はちょっと大きな穴、で細編みの足の間、大きい穴、
ていう感じでずっと端まで編んでいきます。はい、ずっと編んできてちょっと胸編みのところまで来ました。胸編みのところはちょっと分かりづらいんですけども、胸編みのところもここの足の部分がありますね。足の部分のを割る感じでこう入れて細編みで、今度はここのちょっと大きな穴もうすぐ下のところに細編みで、そしたらちょっとボコッとなった下にここに足があるので、ここに細編みで、すぐ真下に穴があるのでここに細編みという感じで編んでいきます。この横を編むっていうのは、横の目をと細編みとかを入れていくのって、こういう糸だと多少分かりやすいとは思うんですけど、結構毛足が長いものとか毛糸とかだと分かりづらかったりしますよね。私も結構苦手なので、こういう見えやすい糸だと結構編みやすいと思います。こんな感じで足の部分、穴のところっていう感じで編んでいきます。はい、最後のところまで来ました。で、最後のところ、もしかしたら角とか結構潰れてるかもしれないんですけど、ちょっとグイッと穴を開けてあげて、ここにまた細編みを3目入れていきます。1回、2回、3回で、そしたら次の目にまた針を入れて、次からまたずっと端まで細編みを一つの目に一つずつ入れていきます。はい、最後の目まで来ました。で、そしたらまたここにも細編みを3目入れていきます。で、糸端が出てると思うので編みくるみながら編んじゃって大丈夫です。細編みを3回、で、そしたらまた今度は足の部分ですね。で、今度は穴のところ、で、足のところという感じでずっと編んでいきます。今度は上までずっと編んでいきます。はい、最後の方まで来ました。で、ここが一番最初に編んだところの目ですね。で、そこには細編みを2つしか入れてないので、もう1つ最後に入れてあげようと思います。と、一番最初に細編み2つ入れたところの目に針を入れて細編みを編む。で、そしたら引き抜かないでこのまま糸をカットしてしまいます。糸処理できる分残してカットして、で、糸を割って出します。はい、そしたらとじ針に糸をつけて、一番最初の細編みの頭にこう入れてあげて、で、ここの出ているところに戻してあげて、で、キュッとパッてなじませます。で、自然な感じになるように。で、そしたら、糸処理の方をしていきます。全部糸処理をしてしまいます。で、その後にまたうねりとかが、今細編みを編んだのでうねりとかが気になるようだったら、アイロンをかけて、何回もちょっとアイロンをかけるのが、まあ、熱くて嫌なんですけど、やっぱり仕上がりがアイロンをかけた方が綺麗なので、アイロンをかけて、
でその後あとファスナーをつける方はファスナーをつけていきます。で糸処理するときにこっちの表に響かないような感じで糸処理をしていきます。はい、糸処理をしてアイロンをかけてきました。でファスナーの方をちょっとつけようかなと思います。柄がある方が小蓋の表になるのでこういう感じになりますね。蓋だけ色を変えても可愛いですよねきっと。でここにこういう感じでつけるので、で私は右利きなので右からこう開けるような感じでつけたいと思います。なのでまずは生地の周りに少しつけて、でアイロンでちょっと固定しちゃおうかなと思います。でそこからついてないところを少しずつ、裁縫上手をつけてアイロンでつけていこうと思います。もちろん縫ってもいいと思うので、結構大体でつけちゃってます。真ん中とか大して決めずに。あ、ぴったり。で、周りの方をアイロンをかけてきます。はい、ファスナーをつけてきました。後ろから見るとこんな感じ、もうぴったりついてます。で、表からはこんな感じ、ぴったりになりました。そんなに穴も開かずにいい感じです。で、次はマチの部分を作っていきます。 Thank you.